今回のテーマ、確率。おはようございます、マサルです。今回は基礎理論の分野から確率について一緒に勉強します。それでは始めていきましょう。令和6年問い83、1から6までの6つの目を持つサイコロを3回投げたとき、1回も1の目が出ない確率はいくらか。あ、216分の1、い、72分の5、う、216分の91、え、216分の125。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はえ、216分の125が正解です。それでは解説していきます。確率を求めるような計算問題も IT パスポートでは出題されます。確率の勉強は多くの方が学生時代にやったことがあるのではないでしょうか。懐かしいなと思う反面、どうやって計算するのか忘れてしまった方もいると思いますので、一緒に思い出していきましょう。今回の問題は、6面のサイコロを3回投げたとき、1回も1の目が出ない確率を求める問題です。少し複雑なので、確率の基本を思い出すところから始めましょう。では6面のサイコロを1回投げて1が出る確率はいくつでしょうか。この質問は皆さんすぐ答えられますよね。これは6分の1です。では6面のサイコロを2回投げて2回とも1が出る確率はいくらでしょうか。これは6分の1かける6分の1で求めることができるので、答えは36分の1です。つまりこういう確率の問題は、それぞれの確率を掛け合わせることで答えを導き出すことができます。では6面のサイコロを3回投げて3回とも1が出る確率はいくつでしょうか。これは6分の1かける6分の1かける6分の1で216分の1ですね。ここまでが分かれば、今回の問題の答えも分かったも同然です。では問題文に合わせて1の目が出ない確率を求めていきます。6面のサイコロを1回投げて1以外が出る確率はいくらでしょうか。6分の5ですね。次は6面のサイコロを2回投げて2回とも1以外が出る確率はいくらでしょうか。これは2つのサイコロの確率をかけて6分の5かける6分の5で求めることができます。答えは36分の25です。では問題文にある条件、6面のサイコロを3回投げて1以外が3回出る確率がいくらになるのか計算してみましょう。6分の5かける6分の5かける6分の5で216分の125。よって答えは A です。それでは問題を見直しましょう。1から6までの6つの目を持つサイコロを3回投げたとき、1回も1の目が出ない確率はいくらか。答えは A、216分の125です。それでは次の問題です。令和5年春問い76。品質管理担当者が行っている検査を自動化することを考えた。1万枚の製品画像とそれに対する品質管理担当者による不良品かどうかの判定結果を学習データとして与えることによって、製品が不良品かどうかを判定する機械学習モデルを構築した。100枚の製品画像に対してテストを行った結果は表の通りである。品質管理担当者が不良品と判定した製品画像数に占める機械学習モデルの判定が不良品と判定した製品画像数の割合を再現率としたとき、このテストにおける再現率はいくらか。あ、0.05、 い、0.25、 う、0.50、 え、0.80。 どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はうの0.50 です。それでは解説していきます。この問題は表から情報を読み取ることができれば簡単に答えられる問題です。まず品質管理者がどのように判定したのか表から読み取りましょう。担当者は不良品が10個、
良品が90個だと判定しています。今回の問題は品質管理担当者が行っている検査を自動化したいという問題なので、この品質管理担当者と全く同じ結果を出せるのが一番理想の形です。では機械学習がどのように判断したのか、これも表から読み取っていきましょう。機械学習モデルによる判定では不良品が20個、良品が80個だと判定しています。本当は品質管理担当者と同じ値が理想なんですが、機械学習モデルではこのように判断しています。では機械学習モデルがどれくらい品質管理担当者の判定を再現できたのか、不良品判定について考えていきます。品質管理担当者は不良品が10個あると判定しています。機械学習モデルは不良品が20個あると判定しています。この時品質管理担当者の不良品判定と機械学習モデルの不良品判定で一致しているのは5個です。ここまでの情報を踏まえて、品質管理担当者が判定した10個の不良品のうち5個を不良品と判定できたことになるので、再現率は 50% になります。では問題を見直しましょう。品質管理担当者が行っている検査を自動化することを考えた。1万枚の製品画像とそれに対応する品質管理担当者による不良品かどうかの判定結果を学習データとして与えることによって、製品が不良品かどうかを判定する機械学習モデルを構築した。100枚の製品画像に対してテストを行った結果は表の通りである。品質管理担当者が不良品と判定した製品画像数に占める機械学習モデルの判定が不良品と判定した製品画像数の割合を再現率としたとき、このテストにおける再現率はいくらか。正解は0.50 です。ここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。確率系の問題で私が好きなモンティフォール問題というものがあるので、皆さんにもご紹介したいと思います。皆さんにこれからモンティフォール問題を出題させていただきますので考えてみてください。あなたの前に3つの扉があります。1つは正解で2つは不正解です。あなたは3つの中から1つの扉を選びます。ではこれから私が正解の扉を決めます。では次があなたの番です。3つの扉の中から正解だと思う扉を選んでください。この時あなたは真ん中の扉を選んだとします。ここで私はヒントを出します。この扉は不正解です。あなたは残り2つの扉の中から好きな方を選び直せます。あなたは扉を変えますか、それとも変えませんかという問題です。では皆さんは扉を変えますか、それとも変えませんか。皆さんどうするか考えましたか。では正解を発表します。正解は扉を変えた方が正解の確率が高まるので、扉を変えた方が良いです。扉を変えない場合、正解の確率は3分の1ですが、扉を変えると正解の確率が3分の2に高まります。皆さんは扉変えることできましたか。どうして扉を変えた方が正解の確率が高まるのか、それはモンティフォール問題と検索してもらえれば詳しい解説があるので、そちらを見てみてください。以上モンティフォール問題でした。それでは最後に復習です。令和6年問83、1から6までの6つの目を持つサイコロを3回投げたとき、1回も1の目が出ない確率はいくらか。正解は216分の125。次の問題、令和5年春問76、品質管理担当者が行っている検査を自動化することを考えた。1万枚の製品画像とそれに対する品質管理担当者による不良品かどうかの判定結果を学習データとして与えることによって、製品が不良品かどうかを判定する機械学習モデルを構築した。100枚の製品画像に対してテストを行った結果は表の通りである。品質管理担当者が不良品と判定した製品画像数に占める機械学習モデルの判定が不良品と判定した製品画像数の割合を再現率としたとき、このテストにおける再現率はいくらか。正解は 0.50 です。最後にお知らせです。
マサルの勉強部屋ではディスコードを使ったオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるようなさまざまなイベントを用意して楽しく成長できる機会を提供しています。参加希望の方はチャンネルメンバーシップから対象のプランを選択していただくとすぐに参加していただけます。皆さんのご参加お待ちしております。